今回は、ついさっき、アップデートがやってきまして、シャアのクエストがね、追加されました。これが一体どういうクエストになっているのかっていうのを、見ていこうと思います。初見ですね。さあ、シャアは、キラ接待か、アムロ接待か。ブロック減速、ブロックと減速と、反射で恋だから、アムロだね。いや、よかった！逆襲のシャアのクエストでアムロ連れてけねえってなったら、割としょんぼりするもんね。なので、アムロ接待のクエストになってくるんじゃないかな。で、他は？属性効果がアップしてるし、ハートもねえし、辞書？受けたダメージに応じて攻撃力アップ。で、一部の敵は弱点効果アップだから、雰囲気的には、割とビーラ的な感じになってくるかな。ただ、モンストのコラボクエストって、あんまり無限辞書できた経験がないですね。ビーラはダメオで無限辞書、あ、そうだ。そうね、ダメオも地雷もないから、無限に辞書するみたいなやり方は、おそらくどうだ、できないんじゃないのかな。なので、こういう場合って、岸辺さんみたいに、反撃モードで、一定量の、なんか、ダメージしか受けられませんよか、どうだろう、ビザ王みたいにダメージスモッグパターン、まあ、ニードルとかで無限辞書できるパターンも23の極みたいにあるかもしれないけど、まあ、それするとコラボの追撃キャラが強すぎるから、まあ、多分無限辞書は、させてくんないでしょうね。いやー、ビザ王みたいにワンパン難しいクエストだと結構しんどいんだけどな。なので、じゃあ適正キャラがアムロ以外だと、ブロック減速って言うとそんな昔のキャラ、できないんじゃね？ブロック減速星6、まあ、星6はいっか。とりあえず水属性で、ガチャゲンのキャラ見ていくと、少なあ、しかも、あれか、反射か。少なしかも一体星5混ざってるし。まあ、そうだと、あー、まあ、千早か。もう、神殿だけじゃなくなりましたね。レフトポジションキラー M で2倍取れてる。で、超減速の加速もある。まあ、足封じ M は、ほぼほぼそうね、ロボットになってるだろうから刺さんないでしょ。なので、そんな感じかな。多分、千早が一番強いかな。自強化して、触れた敵を触れるとスピードがアップする五右衛門の、あの SS ですね。まあ、これの加速めちゃめちゃ多いから、まあ、この SS ガンガン使ってたら OK かな。千早艦隊で余裕みたいな感じに。もしかしたらなるかもしれない。まあ、速度上げすぎて死ぬパターンも、無限辞書ありだったらできるかもしれないけど。あとは、調教 SS 短縮弾が、味方の SS を短縮できるんで、まあ、千早艦隊で、昔のワンピースコラボのビッグマムとかやったことある人ならわかると思うけど、もう超めちゃめちゃ、毎ターン SS 打てるも夢じゃないからね。まあ、千早が、今回のコラボでモンストオリキャラだったら、最適になってくるのかな。で、あとは、シロちゃんですね。ヒツガヤ投資郎。そうね、ブロック減速で、ドレインも持ってるから、自傷でダメージ減っても回復ができますよ、みたいな感じで。あとは SS で遅延も打てるし、これで2ターン、そうね、2ターン、3ターンだったっけ。これで、生き延びることができる。自傷以外だと大丈夫だから、まあそれで回復するみたいなパターンもありそうだね。コネクトスキルは、あ、そうだ、コネクトスキルこれ関係ないやん。ブロック、ドレイン、てかそうね、今回必要なのってブロックとドレインと減速壁のこの3つだから、コネクトスキルの重力友情ブスは、まあ、いらんっしょ、自称クエだし。まあ、雑魚に友情取ってもボスに通らないんだったら、まあ、室外投資郎艦隊で行けば実質友情ブ、もう友情2倍みたいな。だから、いや、なんとなる、なる、じゃあ、あれか、投資郎艦隊で行くっていうこともできるのか。天魔6はね、重力必要だからできないけど、そうね、シャアは、室外投資郎、艦隊できるね。なので、まあ、2体しか基本的に使えないから2体しか厳選してねえわっていう人で、他に適性持ってない人は、投資郎艦隊作れるようにしとけば、ほぼほぼ問題ないんじゃないのかな。残りのキャラ星6、3体でしょ。まあ、マスターコーブは、いらんじゃん、コーブだし。で、アリババアルファは、確かこれ自強化ね。そうね、自強化して、触れた味方の数に応じて、パワーがアップだから、まあ、SS がちょっと重すぎる点に目をつぶれば、まあ、ちはやと、室外を持ってない人は、これを使っていくような感じなのかな。そうね、他、そうね、使えるもんないわ。で、これも砲撃型だからね、ヤマトアルファは。そんなに、そうね、ブロック原則以外に役に立つアビリティ持ってないから、まあ、有利属性での妥協枠みたいな感じになっちゃうんじゃないのかな。貫通だと、レムだけかな、使えそうなの。まあ、多分、どうせ制限、反射で連れてこいよなんて、価値出てくるのがほぼほぼ 98% ぐらいあるから、それさえ倒してしまえば貫通も使えそうなんで、まあレム連れてって、まあ超減速で加速、ブロックも持ってる、あとは、まあ役に立つんだったら状態上回復。あとは、まあそういう自傷系でありがちな、停止後に追撃する系は、ああいうクエストの仕様だとめちゃめちゃに強いんで、レム1体連れてくっていうのも、全然、ありなんじゃないかな。よほど価値が、なんかカチカチすぎて本当に反射、
1体でも減らすとしんどいみたいな感じじゃなければ、レム使えるでしょ。っていうかここまで水属性の適性少ないんだったら、属性効果もアップしてんのに、そんなに多分めちゃめちゃに絞ったクエストの仕様にはしてこないと思うんですよね。で、他の属性、まあ木属性は不利だから基本的に使わないとして、それ以外見ていくと、まあアムロよね。なんでこんなにリジェネームとかドレインエムとかの回復要素多いんだろうと思ったけど、まあシャアで使うことを想定されてたのかな。で、パワーオーラ持ってるから属性より取れないけど 1.5 倍のその効果アップと同じ補正はちゃんと取れてるし、超減速の加速も取れてる。で、 SS も割合攻撃だから、まあもし事象の量が制限されてて、そんなに全部の事象取ってもすごいダメージ与えられないよみたいな感じだったら、割合がすごい役に立ってくれるような雰囲気醸し出してるんじゃないのかな。まあアムロも多属性の中だったら、そうね、ドレイン持ってるっていうのが一番強いかな。あとはアリババもそうね、最近重心化返して、まあ使ってみた動画をちょっと出せてないんですけど、まあ厳選だけはしてあるんで、まあコネクトスキルそんなに難しいものじゃないし、あとカウンターキラーも持ってるし、そうね、ターンチャージとか回復とか役に立つもの持ってるから。で、あと SS も触れた敵の数に応じて毒の威力が増す、これ割合 SS だったはずなんで、まあこれ連れてくのは全然ありかな。そのコラボキャラで強いキャラ持ってなかったら、アリババとか、まあドンキホーテも、そんなにどうなんだろう、アップポジションキラーとかまで使えたら強いのかな。まあこの辺が多分モンストオリキャラの鍵になってくるキャラクターになってるかな。コラボで見ていくと、まあ画面全体遅延かけられるジョータロー、全属性キラーも持ってるから、まあこの辺も使えるんじゃないのかな。あとはワンチャン弱点目の前に自傷して止まれれば、多分スタープラチナで結構削ってくれるでしょ。これもいや、ワンパンできるかな。で、ホムラも画面全体遅延持ってるし、超満員 M とかでその最初の攻撃4個2倍で殴れたり、そういうところで、まあその減速ブロック以外にも役に立つアビリティ持ってたりするから、この辺も役に立つのかな。あとは追撃打てるパワーも自傷しまくって、まあ底力とか発動できたら 1.5 倍取れる。まあレザバリまとってたらパワー接待みたいな感じになりそうな気がするかな。で、SS も、範囲広いから、どこに弱点があっても大体拾ってくれるんで、もしかしたらパワーの SS 使ったら、まあ、1ゲージ持っていくとか、7割持っていくとか、そういうこと、できるんじゃないのかな。あとは割合で弱点露出強化もできる、イチゴとかも、かなり、役に立つよね。超満員 M とか短縮とかを持ってるし、別に、最悪、艦隊で組んでも、減速ブロックはここにあるか、スワビの方にあるから、そんなに気にしなくてもいいしね。なので、まあ、これもまあ、適性持ってなかったら、どうなんだろう、使う人も結構いそうかな。まあ、昔まで掘り下げすぎると、ちょっと、そんなに、いいキャラいなそう。昔だと多分この辺が限界なのかな。サンダルフォン。まあ、リジェネ持ってるし、あと超短縮で SS 短縮できて、この一定期間アップ、確か2段階目だと三巡継続で、超短縮も相まって、確か永続で回せることもできるんで、うまいことを自称しまくってもいいクエストだったら、サンダルフォンの SS 回しが役に立つことあるんじゃないのかな。で、実質、超減速ないけど自強化だしね。あとは全属性耐性で、まあ、どういう攻撃方法で自傷しなきゃいけないかわかんないけど、少なくともボスの攻撃は属性効果乗ってると思うんで、それを防いでくれるっていうのも役に立つような気がするんじゃないのかなっていう感じになってるね。っていうか、超減速のキャラってどれぐらいいる？減速回ブロック、星6。すっくなあれ？すっくな、え？え？反射は？反射は？水、木、はい、全属性。は？ああ、木属性に集中してる。じゃあ、アムロと千早しか、おらへんやん。え、貫通まで見たら？少ねえ。まあ、多属性の貫通まで見てるけど、さすがに掘り下げすぎなのかな。少な。多属性貫通ってそんなに、そうね、多くないよね。まあ、追撃撃ってたり弱点露出できる夜フォージャーとか、まあ、弱点横にあったらコナミ切り絵とかも使えそうだけど、まあ基本的に貫通キャラは連れてってもやっぱ1体とかその辺になってくるから、まあサポートのできるアルスラーン連れて行ったりとか、あとはまあ一定期間パワーアップできるリシンアルファ、一応ターンチャージとか短縮とか自分の、その自分で役には立たないけど仲間をサポートするっていう意味で、一応防御アップとかも持ってるから、まあ自傷のダメージを軽減するか敵のダメージ軽減するって意味で、この辺も使えるかな。攻撃関連になると、まあ、ジュズマルが一応弱点キラー持ってるし、1.5 倍取れてる。あとは弱点に触れるごとにパワーアップなんで、これで1ゲージ持っていくってことはできるのかな。あとは、まあ、膝クリゲも弱点効果アップとか超減速とか、さっき見せた通り反射の超減速、マジで少ないんで、速度が欲しかったら、膝クリゲを連れてくっていうパターン、もしかしたら、あるんじゃないのかなっていう感じですね。昔まで遡っても、まあ、うまいこと、メタトロンが、これ、
自傷しまくってから弱点に触れるみたいな、アイゼン様であった感じですね。そのランダの倍率がこれ高いんで、超満員得ると、まあ、たくさん敵に触れまくってから、なんかボスに対してこうやって、なんか全部の自傷踏んでから、敵にボンって当てるみたいな。そういうパターンでもしかしたら、なんかゲージ飛ばせるみたいな使い方もしかしたらあるかもしれないですね。つか、少ねえな、全体的に。原則回ブロックだけで見ても、少な。その他キャラも少ないんじゃね？え？少な。え？反射で？反射で絞ったら？少な。少な。水まで入れても少な。まあ、カイドウでギミック噛み当てて弱点必中使える追撃当てるか、あと誰だ？カイリか、水属性だと。SS ターン半分にする SS で味方のサポートするか、あと誰だ？え？まあ、エクストラキャラとかは基本的にみんなそんな使えないだろうからあんまり除外するけど、で、一応重心化になってるグランディオーソも超減速加速あったりする。大号令はそんなに役に立たないけど、まあ、ヒーリングオールは貼ったら役に立つかもしれないですね。あとは、ちょっとこれ面白そうなのかな？ベルモット。これ、停止後に最初に触れた味方に変装ってあるじゃないですか。だから、例えばフレンドに千早とかを連れていくことで、その、SS を短縮しまくって何とかするとか、自分もレフトポジションキラー M 超減速になれるとかで、そういう使い方ももしかしたら、まあ、降臨の鍵としては多分この辺のキャラになってくるのかなーっていう感じになってるね。ギミック噛み合って、片方だけ噛み合ってるキャラとか、連れてくとしたら、どうだろう？ブロック、そうね、減速壁対応しないのはかなり、まだ何とかなるから、その他キャラでガチャゲンで考えたら、なんか鍵になりそうなキャラいるか？ああ、まあ、キラか。キラ使って、さっきも言ったけど、なんか、一体無理やり編成して使うパターンあるかもしれないし、みたいな。使ってみた動画とか、まとめ動画でちょろっと言ったような気がするけど。まあ、それで使えたりとか、コースピアップもあるからね。殴りの攻撃力も上がるから、それで、役に立つんじゃないかな。あとは、まあ、超レザースと敵がレーザー撃ってくるんだったら、これで。岸辺さんとかみたいに、それで、もしかしたら、できんのかな。あとは、まあ、割合 SS なんで、どんな状況からでもダメージ与えてくれるから、その1体ぐらい編成しとくんだったら割合で確実に削ってくれるみたいな。まあ適当な降臨キャラ1体組み込むくらいだったらキラ組み込んだ方が全体的の底上げになって強いみたいなパターンあるかもしんないですね。まあそうやって感じでマドカとかもスピアップ持ってるからもしかしたらこれリジェネームとか持ってるしね使えるかもしんない。ただ SS がそんなに確か割合とか持ってなくて強くなかったはず。あーで、あとこれか。ルナ。またルナ。またルナ出てきた。で、まあバウンドチャージで味方の SS 短縮。触れた味方のパワー一定期間アップで強くなる。で、まあ、壁一面カンカンだったらこの人超スピード持ってるから、まあある程度減速壁触れてもゴリ押しできるし、バイタルキラー L とか殴りもなんとかなるし、ドレインも持ってるしで、まあルナ連れてくっていうのも、全然ありなんじゃないのかな。あとはまあそういうスピードアップ持ちとかでクガとか連れてったりとか、そういう、まあ、連れてった後にそのスピードアップ以外で、なんか役に立つキャラみたいなのも探したらいろいろいるから、そうね。そういうキャラをもしかしたら適正ない人は、一体組み込んで使うみたいなパターン、あるんじゃないのかな、みたいな気がするね。貫通まで絞ってもそんな強いキャラ。まあ、ブルーローズとかかな、この辺。まあ、ブルーローズで遅延かけたりとか、触れた敵を割合で 45% 削るから、まあ、もしかしたらゴールデンライアン。あとは減速壁が2面展開とかだったら、壁 SS 短縮とかも、ね、やろうと思ったら2、3面触れることも全然できるんで、それ使って、その、さっさと SS を貯めるみたいなパターンもあるかもしれないかな。そうね。それ以外だと、そうね、ソロモンとか連れてても友情役に立たんでしょ。で、あとはアビスとかの号令連れてっても、基本的にこれ仲間たちの動かした時は、自称の恩恵乗ってないんで、そこまでかな？本当に無理やり連れてくみたいな感じになりそうなんで、そんなに、まあ、減速壁対応だけでもブロックなかったら、大して役に立たそうだな。まあ、ラムアルファとかかな？これぐらいなんか、サポート能力に優れてるようなキャラじゃないと、結構厳しい気がする。スピアップもそう、割合もそう、で、非属性耐性で自分の、ダメージは減らせますよ、みたいな。それくらいやっぱり、サポートに特化してるキャラじゃないと、片方だけだと、まあ、使えないでしょう。マドカもさすがにやりすぎかな。遅延割合とか、いろいろできるけど、それって出てくんだったら、降臨キャラとかなんか、ちょっと噛み合ってない別のキャラ連れてった方がいいみたいなパターン、ある気がするね。まあ、そんな感じになってるから。でも、私ちょっとね、このギミック、即死じゃないから、いや、ワンパンキャラで無理やりなんか一体連れてくみたいなやり方だったら、いくらでもできそうで、いや、あとはなんとかどういう感じに自称の形式がなってるからな、ワンパンどういう風にできるか。いや、楽しみになってますね。まあ、初見に関しては、アムロと、どうだろう。カイドウとか連れてみるのも面白いかな。まあ、そんな感じで、ちょっと適正はまだ何も考えてないけど、まあ、千早とニューガンダムは連れてって、残り2体は、なんか、
別の面白そうなキャラ連れてくみたいな感じにしていこうかと思います。そんな感じで、いや、あとは原作再現がどういう風になってるのかっていうのもかなり楽しみ。BGM 以外にも背景とか特殊演出とかも多分アムラ連れてったらありそうだから、その辺も楽しみになってるかな。そんな感じで、終わります。ごきげんよう。